That's my movie. Oh. I took that movie. Mm-hmm. I took that movie. Yeah. Out the little window. Our window is only about that big. Mm-hmm. So small. That's all. That's all you can see. Germany. 自分たちが作り投下した原爆が破壊した広島を前に、通常の爆弾と比較してこう話した。簡単だった。それが博士の認識なのか。資料館の展示内容は原爆がもたらした惨劇へと移っていく。博士の表情は少しずつ変わっていった。一枚の写真の前で彼は立ち止まった。投下直後に撮影されたあの写真。This way. So many people with the skin hanging. Yeah. So they thought it was like a tattered cloth. Oh. But closer, they found that there were the pieces. No, it's a bad thing. Yes, and it was terrible. Yeah. Blisters or burns were so terrible, and in case of women, it was really hard.If their face was terribly burnt, many of them did not get married or... Yeah, no. It's a bad business. I guess that's the way you spell it. I think it's very worthwhile that this has been done. It's okay? Fine. 原爆で多くの女性や子供が犠牲になったことについて博士の思いを聞いた。すると。Now, when there's a war, they talk about innocent civilians. There are no innocent civilians. You're doing something for the war effort.戦時中は全ての人間に罪があった。そう断言した博士はその言葉の裏で何を言いたかったのだろうか。翌日、アグニュー博士は被爆者2人が待つ場所へと向かった。中学1年の時、校庭で被爆した西野さんと路面電車の元運転士藤井さんの2人である。博士の広島訪問を伝えたところ、2人の希望で対話が実現することになった。対面を前に複雑な気持ちをこう話していた。作りながらやっぱりこれは使っちゃいけない兵器だったっていうことは知ってらっしゃったかどうかね。亡くなった人たちに報告する時にはこうだったんだよって話す時の大きなやっぱり一つの、と言いますかね、知らせてあげなきゃならないことの中の一つですよね。その時にキノコ雲を見たんですよ。その上空でその撮影されてたということをね、今聞いたら、憎しみというよりも悔しくて、それが正しかったのか、本当に正しいと思っておられるのか、それが聞きたいような気持ちがしますね。責めるとか言うんでなしにね。
原爆を開発し投下しキノコ雲を撮影した科学者とその下で惨劇を経験した被爆者が60年という長き歳月を超えて今対話を始める、okay. 学校の校庭で直接被爆して爆発した瞬間は気を失って地面に倒れてました。私は原爆を受けた時にエノラゲーお宅が乗られた観測機かも分かりませんが飛行機を見ました。私は一昨年西野さんは被爆経験を説明した後突然自分の感情を言葉にした。アグニオさんが今ね60年経ってここにおいでになる、冷静でいられるかどうかさっきまでは分かりませんでした。自分で感情をコントロールする自信はありませんでした。でも穏やかな姿を拝見して今は落ち着いております。あとはどうぞ。まあとにかく駅前は泣き叫ぶ人反響乱になってここは今まで電停に並んでいた人もどこかは藤井さんも自らの被爆体験を詳しく語った後こんな質問を投げかけた。お母さんが泣くんですよ。そのキノコ雲の下で市民が本当に地獄へさながらなね叫び回って泣き叫びみんな右往左往してる姿を想像されましたでしょうか、見られたでしょうか。 No, but I've seen pictures of Tokyo being burned. Same thing. Took longer. Same thing. Now, if you want to blame anybody, you should blame your military.For doing what they did. 被爆者にとって原子爆弾というものは今まで人類が作ったことのない大量破壊虐殺兵器なんですね。これはアグニューさん自身よく科学者としてご存知だと思うんです。 The whole thing is bad. I was a pitcherMy catcher was Howard Erickson. He was drafted. He was killed in Japan fighting. The whole thing was a mess. And to me, whether one dies from bullets or explosives or atomic bombs or regular bombs, when you die, you die, and it's just terrible. You are in a way fortunate that you did survive.So many people didn't survive, both from our side of the world and in your side of the world. 二人は、生きていてむしろ幸せだと思い私は思います。っていうのがですね、バターンで自分の死んだ友達もいますし、多くの人がフィリピンで。昨日から平和資料館などご覧になったり、私たち二人の話を聞かれても、まだ本当に広島の悲惨さが分かってもらえてないんじゃないかと思うんです。その心の底から本当に大変なことだったんだね、亡くなった人は本当に申し訳ない、人々に申し訳ないという気持ちと今生きながえてる人たちも決して幸せではないんです。No way.Pearl Harbor did it for me. I lost too many friends in Pearl Harbor. No apology. 済まなかったと思ったと思っていただきたいということ。日本ももちろん過ちを犯し、いろんな国が過ちを犯しながら戦争をしてますが、私たちは核兵器がですね、どんな兵器かということを自分の体で知ってます。放射能障害というのは今でもまだ被爆者を殺し続けているんです。Somehow it may well be
that the presence of these terrible weapons will prevent major wars. And we hope that responsible governments will never have a war again and will never, under any cases, have to resort to using nuclear weapons. It would be absolutely irresponsible.アグニオさんがですね、世界にね核兵器 その核戦争しないことを知らさなきゃいけないっていうことをおっしゃったことには非常に同感します、核兵器は使ってはならない。その一点で一瞬共感が生まれた。しかし西野さんが胸にしまっていた思いを切り出すと空気が一変する。原爆が落ちた時に亡くなった人の中で一番たくさんの年亡くなった年代です。で、私は自分が死んだらその方たちにその後の日本の中がどうなったか、どういう爆弾であったか、誰がこういうふうにしたかということを報告する義務があります。私はアグニューさんがおっしゃったように人類で使ってはいけない核兵器を使ってそれに対して謝らないということをですね伝えられないです。その方たちは安らかに眠ることができません。やっぱりアグニューさんから立場から謝っていただきたいと思います。以上です。 But since you say that you're not going to apologize, he feels that he doesn't have the heart. I won't apologize. He should apologize. He doesn't have the heart to tell him that I don't apologize. We have a saying, remember Pearl Harbor. もう少し分かっていただけるかと思ったのが、どうも正当がなさるんで、それが残念でたまりません。昨日と今日とですね、必ずどこかで私たちの2人の気持ちが入っていると思いますので、それを大事にしていただきたいと思います。Okay, thank you. Okay, good luck. Good luck. Take care of yourself. Take care of yourself.被爆した24万人を追悼する慰霊碑。世界中から核兵器がなくなった時あの炎が消えると聞いて、彼は国際社会の現実をこう描写した。 I think they'll run out of gas first. It's too bad. You can never get rid of them all. No, never.Somebody will cheat. North Korea, they're not stable. You don't know what strange things they may do. Rest in peace. We will never repeat our mistake. Yeah, I hope same for us, but with Mr. Bush, I don't know.